クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。私はおじろうと言います。今回は人生のターニングポイントのテーマで、お話をしたいと思います。私はクリスチャンになって12年目にふるさとの大分から本部教会の東京に移動してきました。献身ということで教会の働きを優先して東京で人生で初めての一人暮らしとなりました。当初はですね、教会の奉仕も、慣れないバイトの仕事もついていくのが必死でした。特に私は要領も覚えも悪く、何度も何度も同じ失敗をし、本当に自分が情けなさすぎて逃げ出したくなることもたくさんありました。本当に何にもできない人間であるかを痛いほど思い知らされました。何度もどこか遠くへ行きたい、逃げ出したいと思いました。しかしどんなにきつくても苦しくても、教会に行くと帰る頃には必ず元気になりました。また勉強が苦手な私が教会の進学校を卒業することができ、週3回のバイトでまた貯金が0円の私が、念願だったイスラエルの派遣に全て献金で満たされ参加することができました。聖書に、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる。12年前、この聖書の言葉を握って東京に来ました。上京して12年経ちましたが、その間何があっても教会に居続けて本当に良かったと思います。まさにここが私の人生のターニングポイントとなりました。今まで聞いてくださってありがとうございます。それではまた。